みません。体ってでかいからでしょ。それは今まで。ありがとうございます。やったー。よろしくお願いします。はい、行きます。はい、どうも、東京ドーム、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。はい、すいません、よろしくお願いします。ちょっとね、歌の方でこう、ね、盛り上がったところ、ちょっと、俺だけ喋りなんですけど。よ、変わるな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にもう皆さんとは、本当、池袋 FM という場所で、ラジオで、皆さん仲良くさせてもらって、今日ね、エースプロジェクトさん、歌手の方でラジオもやってるという、ね、そんな感じで、ラジオ仲間、前回もできたと思います。あ、コメラでね、ありがとうございます。もう本当ね、これね、何なんかキャラクターをつけなきゃいけないと思って、100均で買ったんですよ、これ。そしたらそれ売ってない。そう、プロフィールで、ね、撮ったらね、これもう外せなくなっちゃったんですよ、これでやらなくなっちゃった。何だったっけ、メッド入ってる。OK、分かりました、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。あ、いいですね、それもいいですね、ありがとうございます。ということでね、ちょっとね、ネタもあるんでね、他に相手ができないんですけども、すいません、いや、やっぱりね、そんな感じでね、最近はもう本当にね、ラジオばっかりで、ちょっとお客さんの前であんまり話すってことがあんまりないもんで、ちょっとね、今日はどうしようかななんですね、眠れなかった感じですね、はい、ちょっと緊張しちゃったね、すいません、ありがとうございます。いや、もう本当に、今の時期と言いますと、もう3月、4月も、なんつう、切り替わりというか、こう入れ代わりとか新入社員の方が来たりとか、ね、新しいバイトが来たりとか、まあその前にお別れがあったりとか、そういう季節なんで、そういう話がいいのかななんて思って、持ってきまして、あれですね、僕が高校生の時の話、もうだいぶ前なんですけども、二十歳と言ってたことを付き合った時の話なんですけども、付き合いまして、楽しくね、過ごしていたんですけれども、3ヶ月、4ヶ月ぐらい経ちまして、彼女がね、引っ越すことになったと。で、俺言わせたんですけど、俺も埼玉県民なんですよ。それで、埼玉の、その当時はね、鴻巣というところですよ、ね。県民だとみんな分かると思うんですけど、勉強センターなんですよ。快速がね、快速が止まるんですよ。そんなところで、いまして、で、まあ、立ち上がることになって、で、分かれた。ドムドムバーだよ。ドムドムね。そう。東京に行ったのに、ドムドムバーがありましたね。ドムドムバーガーの前が、なんか、あれでしたっけ、なんか特急の電車の前、なんかね、名前の番号ですね。世代がね、すいませんね。ということでね、別れるってことになりまして、なんでって聞いたら、引っ越すってことになりまして、いや、ね、俺バイトして遠距離恋愛頑張るからって、言ってたんですけども、これがですね、九州の方に引っ越すと、いうことになりまして、で、高校生、その当時はなんか新幹線があるとか全然知らずに、九州ってどうやって行くんだみたいな、もう分からない感じで、もう何、飛行機か船かみたいな、よく分からない感じで、じゃあ仕方がないということで、泣きながらね、別れて、もうね、その当時、芸能人はもう本当、ね、今度出会った時は結婚しようみたいなね、そんなあったんですけども、そんな言って、で、まあね、もう明日引っ越すと言うに言えなかったと、いうことでね、もうそれでもうお別れと、で、まあ、俺は別にモテる人間じゃないので、全然ね、もうそのまま、昇進のままね、わかりますよ、もうキャラのまんまなんですけども、で3ヶ月、4ヶ月、ね、してね、スーパーに行きましたらですね、いるんですよ。なんで？わ、ね、で、向こうも気がついたんですね。わっつって、なんか隠れたんですよ。ちょっといかつめの感じ。どういうこと？悪いことしたからじゃないですか。どういうことって言ったら、俺だって逃げないよ。地面出番じゃない。まあまあこれ買ってっていう子が来たんですよ。どういうこと？何？あ、20歳。で、その後になんかこう、その当時流行ったね、キティちゃんのサンダルみたいな。あったで、長男っぽいんですよ、そこ。いくつ元？もう全然わかんなくなっちゃって。
もうそのスーパーに20分ぐらいこう一人で座ってるね、なんか知らなきゃ後ろに並んじゃって、ね、あとこう並んでるわけじゃないですなんていうでね、いう話がありましたね、ということでね、まあ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 ね、ありがとうございますね、本当に、であとはですね、今の時期というとやっぱりまたちょっと昔の話なんですけど、僕は中学生の時、うちの娘がちょうどね、そうなんですけども中学1年生でなりまして、で今の時期、まあ、もうちょっと後でしょうね、部活が始まるんですね。で放課後ね、僕はバスケ部だったんですけども、校庭で、ね、練習なんですよ。バレー部と体育館で交代で、でね、体育バレー部と仲悪いんですよ ね、 ね、だから体育館を使う使わないみたいなね、お前らが使う使わないだみたいなね、まあ、あれなんですよ、野球部サッカー部とか、ね、そういうのもありまして、お前ら酔えたから、ね、ケアをで校庭でやってますと、俺らと今日だと、隣が俺野球部だから、ああそう野球部もね、人気あるんですね。でまあまあコートが、男子のところ、あと女子が片方使ってですね、女子のバスケット部ジョバスっつうんですけど、相当ですね、ジョバスの子たちが使ってて、でね、なんて言うでしょう、まあ、僕らの場合先輩とかめちゃめちゃ怖い感じで、もう本当になんて言うんでしょう、今じゃね、あんないんですけど、担任というかこの部活の先生は怒るけど殴ったりしないんですよね、ただ先輩は殴るんですよね、めちゃくちゃ殴るんですよね、暴力当たり前の時代ですから、水飲むなとか、もう本当に何薄々ですね、うさぐ飛びは良くないよっていうのが風潮が現れ始めたところですけども、先輩はあえてやらすみたいなね、なんかみんなダメって言われてなかったっけみたいな、うるせえお前らをやれみたいな、そういう時代だったんですよね、で、まあまあ中学1年生で、まあ、男子の方は男性の方は分かると思うんですけど、中学3年生の女子っていうのはめちゃくちゃ大人なんですよね、なんかもう体つきが大人じゃ本当のことを言うと、やっぱり本当のことを言うと、お前みたいな、ね、告白してこいみたいな言われる可能性があるので、いやすみません、空が綺麗だったんでって嘘ついて、それで髪の毛ぐわーってやられて、お前、嘘つけみたいな、来週、そんなだったら、そうそう、なっちゃうんですよ、何年かな、半年になりました、まあ、そういうんですけども、ね、でね、正直に言えみたいなって、で、何々先輩がね、可愛いなと思ってみたいな、そしたらね、その先輩が、おい、何々って言って、おい、お前、あいつが可愛いって言ってるぞみたいな、付き合ってやれよみたいな言われて、もう、あこれでもう俺 の、 何バスケ部生活終わったなみたいな感じでね、バスケの女どっちともう本当ね、本当ね、俺なんかはもうこれで終わったとか、明日からイラスト部行こうかなと思ってて、でその当時学校によってだと思うんですけど、イラスト部っていうのは、イラスト部っていうのはちょっと皆さん学校とか時代がちょっと違うかもしれない、イラスト部っていうのは帰宅部より下なんですよね、ランクが。帰宅部にもなれない人はイラスト部に入るんですよ。帰宅部ないから。あ、そうなんですか。美術部は別にあるんですか。あ、そう、またね、それはね、その間っていう、美術部、帰宅部、イラスト部ね、なんかね、そういうタイプがあったりするんですけどね、さすがナイス、埼玉県民ですよね。ありがとうございます、まあね、そんな感じかなと思ってたんですけども、みんな入ってるよ、平等にならない。ある日ですね、やっぱ埼玉なんでフェンスがね、ほんとあるだけでもう近所の人もみんな部活見れちゃうんですよね。だから先ほどやってた野球とか知らないおじさんが、お前腰の回しが甘いぞみたいな、知らないおじさんにいるでしょ、そういう人、だそういう人がいるぐらいもう何近いんですよね。お前は気合いてんだよって、ね、構えだろ、関係ないじゃない、ね、すごいね、
誰なんかよくわからない人に、ね、指導されちゃって、ね、ありますよね。僕もこういう人がいたんですよ。で、後で、待って待って後で、あれどうしようもねえんだ、これ、ね、先生にね、顧問の先生に、お前、なんかピッチングがおかしいぞって怒られるんですよね、逆に言うことで、ね、まあまあまあ、それはいいとして、そしたらある日ですね、ハンチングと茶色いメガネをかけて、でまあまあまあちょっとね茶色メガネかけて、でなんかなんか メモ紙を持ってるんですよね。でなんかメモをしながら、で校庭をこうちょっと部活みんなの見て、何やってるのたら、でやっぱり中学生なんでスカウトマンが来たと、やばい、なんかもう3年生の人たちはやっぱそのスポーツ有名な高校 の学校はやっぱそういうスカウトマンがいる。でやっぱ野球部なんかはもう何本当プロの誘いじゃないか、ドラフトにこう指名されるんじゃないかみたいな、そういうなんかね、人が現れまして、なんか書いて、で時々双眼鏡で覗いたりして、で中にはカメラをカシャカシャ撮ったりして、これは大変だと、でもう、もうな、ね、のんびりやってたのに急にですね、やっぱりもう大会前のみたいな練習みたいな、あーっつって、俺なんかもうボール票ですから、あーっつって、はいっつって、でまあまあまあそう、校庭をねこうぐるっと一周してるんですね、その人がね、もう本当にこう見て書いて一生懸命こうだから、これは大変だと、まあ俺は全然関係ないですからどうでもいいですけど、そしたらですね、こうぐるっと回って、半分ぐらいした時ですね、やっぱり怖いね体育の先生がやってきまして、でその怖い先生とそのスカウトマンがこうお話しして、でなんか2人行ったわけですね、なんか学校の方に消えてったと、でこれはまさしく、先生とあの生徒はうちの高校に欲しいんだとかそういう感じになるのかなということで、まあまあなんかドキドキしながら、その日の部活を終えるんですけど、で案の定です、次の日朝緊急 の学年集会があると、校庭に皆さん集まってください、学年集会、そう学年とかだ全生徒が集まる、朝礼がありまして、で校長先生がですね、皆さん昨日のですね放課後ですねって、女子生徒の写真を撮るやつがあればいいんですけど、全体の前でみんなが頑張ったんですね、という話でした。ありがとうございます、なんだかね時間があんまりいなくなっちゃうんですよね、すいません長い話で、でチンチンナイトということで、私ですね、今なってたリンティットナイトっていうのは、本当はですね、本当はっていうかおかしいんですけども、お笑いをちょっとやってまして、その当時営業で俺師匠がいまして、師匠にこういう風船を使って動物作ったりするやつがあるんですよ、あれを教わりまして、それを使ってちびっ子たちを笑わせながら話術を磨きなさいということで教わったんですね。でただ夜とかこういう、ね、飲みの席やるっていう時はやっぱ子供がいないんで、そういうの時代的におかしくね、怖いね、それね、ちょっと本当ね、本当のピエロさんとかやるんですけど、僕らの時は外国のピエロさんが死んだっていう噂がありまして、やらなくていいよって言われて、言われましてね、でこれ本当はここでこうひねってやるんですけど、ただティンティンナイトごめんなさい、ね、それで、まあまあまあいろいろありまして、昔ですね元気が出るたびってテレビでたけしさんがやってたんですよ、でそれがありまして、それが終わった後にたけしさんが夜に番組を元気が出るたびみたいな似たような番組が11時とか12時くらいにやってまして、それの収録ありまして、その時に夜の宴会芸大会っていうのがありまして、でその企画に局行って、やりました。その時ちょうどね、MC がまだユースケ・サンタマリアさんまだブレイクするから、そういう時で夜の宴会芸大会イエーイって言って、で僕はその当時コンビで、ネタをやってたんですけど、ユースケと、いや、MC でユースケさんの MC で、で俺はもう相方とネタをやるっつって、で、夜の宴会芸ということで、じゃあやろうかっつってやったんですが、全カット、全カットの理由が多分今やるんで、分かると思います、今やらなくていいよくない、やらなくていいですか、やらなくていいならやめようかな、時間があんまりないので、やって
時間がないのでやっぱり、前回ですね、ね僕らの池袋 FM のダッチさんというダッチという芸人が出たんですけれども、あのザ・タッチじゃなくて、ああそうにちょっと似てるちょっと似てるんですけど、ね、そのねあのダッチというかね、背が高い男っていうのを、ね、ちょっとやってたんですよね、コントで、なんで俺は、あそこが長い男ですよね、チッチンナイトなら大丈夫ですよね、ツイキャスやっても大丈夫だって言ってましたんでね、じゃあやりますね。長い夜でも流しながらやったもん。ああ、それもいいかもしれませんね。はい。行きますよ。はい、あ、じゃあそこは長いことね。はい、ああ、大変だ。子供が溺れてるぞ。やばい。どうしよう。助けなきゃ。これしかないな。はい、ちょっと待って、子供。早く、危ない。早くしろと。先っぽが滑る？先っぽが滑る？え、嘘。え？電気我慢してるかもしれない。いや違う違う、我慢はしてない。早く座って。あ、痛い。いやーちょっと ちょっとやりづらいな。あ、やばい、抜ける、抜けちゃう。あ、そんなにパッと抜けちゃう。抜けるってそういう意味じゃないけどね。早くしないと、ほら痛いから早く、ちょっとこう岸に、はい、こっち来て、これよかったね。危ない、おー危なかったよ。あ、おまわりさん、おまわりさん、早く子供を早く連れてってあげてください、親のところに。え、俺が陳列剤っていうことだよ。はい、っていうことだよ。はい、本当に俺もそう思いました。お父さん来たらどうしようかなという、ただね、女性も多いんでちょっと恥ずかしいんですけど。じゃあもう、じゃあ最後に、じゃあこれで最後ですね。はい、じゃあ長いこと、あーやばい、トイレ、あーやばい、あーシーフ、なんで証明するだけ投げんだよ。なんでならもう我慢できない。やばい、ちょっとおじいちゃんすいません、カジップ使って。あー、危ない、よかった、漏れるかと思った。あ、ちょっとおじいちゃん、ちょっとそれ手すりじゃないからね、これ。違うから、いや、じゃあだからって行ったり来たりするとおしっこじゃないのが出ちゃう。ありがとうございました。はい、じゃあ今日の時間なんで、ちょっと無理だけど、はい、ありがとうございました。じゃあね、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。ここにはやべえやつがいっぱいいるぞ。東京ドーム、俺は一度も行ったことないけどニュースで結構やってるぞ。どうもどうも東京ドーム、どうもどうも東京ドーム、どうもどうも東京ドーム、あれ？歌詞が